の武装車両に気をつけてください。ブルーウィングより本部へ。ターゲットのトレーラーを捕捉。接近し制止を試みる。本部了解しました。十分に注意してください。危ない。気をつけろ。奴らとんでもないものを隠してるぞ。あんなものを食らったらひとたまりもない。お前たちの装備ではかなわない。ここまで追い詰めておいて逃げるわけにはいかない。マスタイガ、引け、引くんだ。いや、やってみます。なんとか攻撃をかいくぐって密着状態からぶっ放してやります。マスタイガ、よせ、無茶はよすんだ。隊長、間抜けな声を出すな。つくづく世話も焼ける奴だ。いいか、俺がターゲットを引きつけておく。その間に仕留めろ。チャンスはそう長くはない。いいな。了解。なんて硬さだ。まるで効いていない。マスタイガ、あとは頼んだぞ。隊長、そんなバカな。隊長、よくも。俺たちはコーテンの野望を食い止めることができた。ロバート隊長の死と引き換えに。あまりにも大きな代償だ。焼け焦げた機体からは遺体は見つからなかった。だが後日本部から正式に死亡の報告が出された。しかし、それでも俺は隊長が死んだとは信じられない。犯罪者は法による裁きを受けさせるべきだ。自分自身が法であるなどと思い上がってはならない。隊長が残してくれた言葉が深く胸に刻まれていた。新たに隊員の配属になりました。小林明です。皆さんよろしくお願いします。
ロバート隊長を失った。だが我々には悲しみに暮れる暇はない。犯罪は我々を待ってはくれないのだ。ブルーウィングは松平隊員を新隊長とし、新たな一歩を踏み出すことになる。彼は一度は自責の念からか固辞したが、彼には隊長を継ぐ義務があった。ロバートに代わり悪と戦うという使命が。新たな影。新東名高速道路で不審な大型トラックが発見されました。地元警察の車両が制止を試みましたが、ものともせずに逃走を続けています。ターゲットは遠距離輸送用の大型トラック。制止を試みた車両は大破。ターゲットは非常に危険な状態です。ブルーウィングの戦力によるターゲットの制止が今回の任務です。以上。大変な事態になりましたね、隊長。ああ、何か危険なものを積んでいるのだろうか。隊長、どうした？いや、まだ隊長と呼ばれることに慣れてなくてな。どうにも戸惑ってしまう。隊長、そんな情けないこと言うなよ。ああ、すまん。今回のターゲットはやばい。勘だよ、あのトラック危険な感じだ。同感だな。隊長、俺に行かせてくれ。ヤバかったらすぐ離脱する。心配するな。俺も隊長としてみんなを危険にさらすような真似はしない。いや、そういうつもりじゃない。ただ高田、お前の心配もわかるが、敵が強大ならなおさらチームワークが大切だ。相手は巨大で頑強だ。十分注意する必要がある。頼んだぞ。了解。ブルーウィング出動。
にターゲット車両、そのまま直進して捕捉してください。あの車両は本部よりブルーウィングへ。データと召喚します。映像を送ってください。了解。ブルーリングへ。データの紹介が終了しました。問題の車両は盗難車両であることが判明しました。発砲許可は下りています。大型トラックとともに検挙願います。了解。検挙したトラックを調査し、俺たちは皆背筋を凍らせた。大型トラックが運搬していたのは大量の重火器と麻薬だったのだ。これらが市場に流れることを未然に防ぐことができ、俺たちは胸をなで下ろした。だが俺は疑問に思う。日本に持ち込んだのは好天に間違いないだろうが、手引きしたのは一体誰なのか。好天の取引相手である極東竜河会は警察に睨まれ身動きができないでいる。果たして好天の新たな取引先とは。
一向に衰えを見せない麻薬流通。その捜査線上に意外な組織が浮かび上がる。ライフソース、ユニークなパフォーマンスが人気の新興宗教だが、その裏には新型麻薬の影があった。麻薬取引の疑いがあるため、ブルーウィングも捜査を行っていた矢先、驚くべき情報が入り込んできた。彼らの演説集会が何者かに襲撃されたのだ。黒い嵐。緊急事態発生。ライフソースの演説会場にミサイルが撃ち込まれました。ライフソース代表に怪我はなく無事ですが、会場にいた聴衆に死傷者が出ています。犯人についての情報は現在収集中です。極東竜河会が関与していると思われます。犯行に使用された車両は武装が施された 4WD 車両です。ターゲットは現在演説会場から逃走中。至急検挙してください。ライフソースは知っての通り麻薬取引に関連した疑いが持たれている。極東竜河会との間に軋轢があるのかもしれん。背後関係をはっきりさせる必要がある。連中も相手が我々だと知ればなりふり構わずに反撃してくるだろう。十分に気をつけてくれたまえ。ブルーウィング出動。
にターゲット車両、そのまま直進して捕捉してください。ターゲット発見、攻撃に移る。ターゲット車両と離れすぎています。このままでは見失う恐れがあります。車両は極東流瓦解か、ライフソースか。データにはない車両です。欲望は罪を生み出し、罪は熟して死となる。そして我らの手によって刈り取られ、我々はブラックストーム、悪を裁く正義の使者だ。ブラックストームだと？諸君らのやり方は手ぬるい。犯罪者は我々の手で処刑する。何だと、そんな勝手なことを。罪深き者たち、黒い嵐に浄化されよ。よし、撃破した。ライフソース演説会襲撃事件は一応の解決を迎えた。だがブラックストームを名乗る謎の集団、俺には奴らの過激なやり方が許せない。我々は法ではない。勝手に人を裁くなど、おごり以外の何者でもない。犯罪者はあくまでも法をもって裁きを受けさせる。それがロバート隊長の WSP の精神だ。ブラックストーム、奴らのような集団を俺は見過ごすわけにはいかない。
演説会襲撃の失敗で極東龍河会の動きは大きく沈静化した。しかし入れ替わるように動きが盛んになったのが他ならぬライフソースである。情報では郊外の廃工場を買い占め、何かの施設を建設し始めているらしい。その調査が必要だと判断した上層部からブルーウィングに偵察命令が下された。ライフソース偵察。工事は順調のようだな。はい、予定通り生成工場も来月までには。よろしい楽しみだ。工場さえ完成すれば工店などと手を組まなくとも大量に手に入る。あのお方も喜んでくださるだろう。今回の任務について説明します。新都心郊外のライフソース私有地に潜入し偵察を行ってください。ライフソース私有地は広大な山林の中にあり、関係者以外の立ち入りを禁じています。周囲を高い壁で囲っているため外部から様子を伺うことができません。敷地内では昼夜を問わずに作業しているようです。大規模な施設を建造中と思われますので、この施設の実態を調査してください。なお本件に関して証拠のない現段階では警視庁からの協力は受けられません。超法規的権限を与えられた WSP にのみ可能な任務です。攻撃許可は随時本部から指示します。まだライフソースが犯罪を犯しているとは言い切れませんので、許可が出るまでは攻撃を控えてください。以上です。敵情視察ですか。今回の任務は私にやらせてください。ジョー、偵察となれば情報収集が第一、私の得意とする分野です。その通りだな。珍しいな、自分からそんなことを言うなんて。別に自分の役どころぐらいはわきまえているつもりです。敵地への潜入となると冷静さと運転技術も重要だな。そういった意味では中野も適任だな。私ですか。ああ、自信ないか。いえ、運転には自信ありますから。メンバーの選抜は松平隊長に任せる。適任と思える者を連れて行きたまえ。ただし攻撃を受けるまではこちらから撃つんじゃないぞ。頼んだぞ。ブルーウィング出動。